こんばんは、勇者でございます。お久しぶりです。皆さんこんばんは。私でございます。じゃあ行きましょうか。お待たせいたしました。やっと準備が整いました。やっと準備が整った。はい、何のかレベルのです。レベルの準備が整いましたと言っとろうに、今日そうですね、何時間やったかな、4時間ぐらいはやりましたかね。まあまあダラダラですけど、4時間ぐらいはレベル上げに費やしました。卵ゼロの状態からで、正直不完全なんですよ。正直不完全で、あ、こんばんは、皆さんこんばんは、ありがとうございます。正直不完全なんですが、やりたかったことの一部できなかったんですが、もう強行してチラリチラ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 てってれーてってれーてってれー。ツイッターの方ではですね、画像をちょっと一部上げたんですけど、まずノーマルクリアして、でマスターも行きました。はい、来たぜ。まあ当然ね、生放送する前に今日プラスに関してはいつももう練習するんですよね。ある程度その段取りつけないともう不可能なんで、で行けました。ですので、まあそれをもう一回ここでお見せしようかなと。まあどうやって行ったかっていうやつですね。要するに、再現 VTR。まあ前回と似てますけどね。で、もちろんですけど、このミッションとか、もうそんなようなレベルではないです。もちろん。ミッションはもう皆さん、今までやっておられた方、がっつりやっておられた方なら、クリアできるぐらいの難易度なんだと思います。多分。まあそれでも難しいかもわかんないですけどね。で、僕はもう、これはさすがに無理。もうレベルの時点でもう間に合わないです。絶対に。もうティーダとユーナとアーロンの時点でもう、ティーダはまだそこそこ育ってますけど、レコマテ取るために育てましたけど、ユーナとアーロンは多分もう、まだ赤ちゃん状態なので、はい。で、行きましょうか。あ、こんばんは。さあ、じゃあ、まずね、スペスコ。まあ、読むのはもう省きまして、スペスコは、攻撃力を下げた、魔力を下げた弱点の生属性攻撃。はい。の3つ。で、一応、最終的にですね、僕が導き出した答えが、これ。まあ、ちなみにマスタークリアした時と、ちょっと変えたんですけど、また。ちょっとだけ変えましたけど、まあこれでいこうかなと。で、正直言いまして、まあ運もあります、また。まあ当たり前なんですけど、運もございます。一番運が関わってくるのは、スローですね。なぎ払いっていう攻撃が来るんですけど、そのなぎ払いでいかにスローにならないか、もしくはいいタイミングでスローになってくれてるか。まあならないのが一番です。でも、なるべくならないでほしいっていう感じですね。で、なったやつのタイミング次第ではかなり厳しいことになります。ただ、まあ、なんとかギリギリしのげて、いいところまで追い込めるぐらいだと思います。何回かやってたところによると。これめちゃくちゃ大変でした。全員80にするの。特にまあ、レッド13、ジェクト、両方とも1の状態からスタートして、まあ、グローエッグ、を貯め始めたんですけど、そうですね、ミスリル15個ぐらい使いましたかね。結局弱いから他のやつも連れて行かないとダメですし、まあそのついでにいろいろ戦略として生属性攻撃をどうやって入れようと思って、で光の戦士でしたっけ、ワンの光の戦士のレコマテを取ろうと思って、でやってたんですけど全然出ず、結局光の戦士は今63レベルが。で、暗黒セシルの攻撃力アップも、剣の攻撃力アップも取りたくて、78まで持ってってるんですけど、出ず。いろいろ出ずで、で、まあ結局出なかったんで、もう使わず、もうほぼ最初に考えた通りの
パーティーですね。はい。で、無理くり、変化としては無理くりフルブレイクを1個作ったってことと、あとガーネットに、これはダディアになるのかなをまた持たせてます。これで一応生属性攻撃なんですけど、まあダメージソースとしてももう使う気満々で入れてます。で、あとはバルさんを抜いてジェクトインですね。で、バルさんを抜いてジェクトインなんですけど、ジェクトを前には置かず、パンプキンの、もらい物の、パンプキンボールを置いてます。もうもらい物だらけです。で、バッツに、変な下ネタみたいな形の剣を装備させてます。これですね。この間出たやつね。で、ジェクトはボール。パンプキンボールです。はい。もう必死です。必死。マジの必死。パンプキンボール、下ネタの剣。で、もうあとはこんな感じね。じゃあ、行ってみます。行ってみたいと思います。ちなみに、ノーマルクリアした時はバルさん入れました。だから、かなり、パーティー変更しても、いろいろな戦略ができるということは、確認済みなんですけど、一番安定しそうなのが、この組み合わせでしたね。この組み合わせで、なおかつ、鉄壁をお借りするスタイル。じゃあ、サトマンさん、お借りします。ガラクさん、今、いましたね、一瞬。よし。まあ、今回も、10回以内ぐらいにはクリアしたいと思っております。下ネタの剣で、癖がすごい。ちょっとかなり卑猥なんで気をつけてくださいね。よし。じゃあ、1になってるんで、いきます。皆さん、こんばんは。いきなりダディアぶち込むやつ。運が悪かったら1ターン目が一番やばくて、ビームが結構早く来たりとか、なぎ払いが連続で来るともうかなり厳しいんですけど、まあその時はもうしょうがないって感じで諦める方向で。ビームが来た。これで寝ちゃうんですよ。これ、このパターンだともう諦めるしかないんで、ちょっと諦めます。このパターンだけがちょっと唯一辛いところなんですけど、まあ先に鉄壁張ってもそんなに問題はないんですけど、一応ね。あれ、運が、なんていうか悪くなければ分散するんで、今はまたまたま偶然、同時に入っちゃいましたけど、鉄壁がなくなってしまった。あんまり、そこまでやばくはならないです。今のパターンはちょっと、だいぶ不運ですね。攻撃が集まっちゃったんで。まあ、よくある。これだけよくあるんですよ。あの辺をちょっと乗り切ると、僕の、勝てる、そうですね、勝てる見込みね、僕の大体体感的な確率で言うとね、6割ぐらいは勝てます。体感的な確率で言うと、あそこを乗り切るとですけど、あそこを乗り切るとです。エイスケさん借ります。よし。まあ、6割ぐらいは、まあ、最低でも残り2、3ミリぐらいまでは確実に追い込めるとは思います。変な落ち方さえしなければ。その変に集合をしなければ、あとは、なぎ払いがどれだけ来るか来ないか。で、なぎ払いに対してどれだけ、スローになるかならないか。もうそれが非常に大事です。まあ、最初回復しとけって話なんですけど、最初が一番入れやすいんで、もう入れちゃうって感じですね。2ターン目で鉄壁張ります。シャキーン。お、これ2戦目ですね。まあ、実質 ほとんど1戦目です。同じパーティーで単発ガチャやったら、マジですか、すごいやん。そんなオカルトが通用するのか、すごいっすね。マジかよ。はい、ダメ。集中するな。ちょっと待ってくださいね。
もう鉄壁1段目で張りますわ、めんどくさい。多少やばくなってもいいや。そんなに変わらないんですよ、正直。そこまで、大丈夫なんで、鉄壁が必要なのってどっちかというと序盤で、後半は鉄壁、その、最後の最後の爪の部分に関しては鉄壁あんまいらないんで、鉄壁張りますわ。もうめんどくさくなりました。一段目鉄壁張ってもそんなに違いがないということは、一応自分的には確認はしてます。ただなんか、どうせやったらクリアし、きっちりクリアしたいから、なんか丁寧に行きたくなってしまったんです。張ります。鉄壁はやっぱものすごいですね、威力が。鉄壁を張ることで、鉄壁を張ってレナのリジェネを入れることで、基本的にもう回復が序盤ほとんどいらなくなるんですよね。レナのみでいけるようになるんですよ。だから、ガーネットのダディアがもうぶち込みまくれるんですよね。それに気づいて結構楽になりました、本当に。あとね、やっぱりね、さすが、ジェクトがね、ジェクトの必殺技がね、めちゃくちゃいい動きするんですよ。もう本当に、あれを引いたことで変わりましたね。ただ、まあ、バルさん連れてきても多分勝てるとは思います。多分、ジェクトがバルさんに交代しても多分勝てるとは思います。感覚的に。クリティカル率アップ、確かに強いんですけど、バッツの、その、クリティカル率がアップすることが、まあ、最大の利点になるんですけど、まあ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 、なんていうか、このバルさんの場合だと弱点属性を作ってくれるんで、どっちにしてもそんなに悪くないというか、強ダメージ量的にはただ、ジェクトの方が1回分多いんで、7回連続攻撃なんで、それでジェクト自身のダメージ量が多いっていうのが結構利点かなって感じ。なぎ払い。これでスローにどれぐらいなるかならないか。これでね、ジェクトとかがスローになっちゃうときついんですよね。一人だけか。ガーネットだけ。ガーネットもあんまり良くないんですよね。まあマシですけどね、ジェクト行っちゃうと結構つらい。よし、こんなもん、ダメージこんなもんです。もうパンプキンボールなんでダメージ知れてます。はい、全体クリアアップですね。全体クリアアップ、もうこれ以上は相当厳しい。もうこれ以上のパーティーはなかなか僕の中ではもう難しかったです。精錬がもっとできると、例えばなんか、バッツの攻撃とかをもっと強いものにしたりしたいんですけど、通常アビリティを。ただ、結局それもままならなかったんで、最終的に円安に落ち着きましたね。ドレイン剣でもいけました。ちなみに。ドレイン剣でもいけはしますね。最後をしのぐためにドレイン剣にしてて、意外とドレイン剣が、良かったです。こいつがやることなくなるんですよね。ワンちゃんがやることなくなる。ダディア入れます。さあ、まあこの辺は大丈夫、まだ大丈夫ですね。そうですね。あ、いやでもね、ルナハイがなかっても多分大丈夫だと思います。実際はゼクトの方が重要な感じがしてます、今のとこ。あとはゼクトが重要なのと、フルブレイクがすごく重要って感じですね。ルナハイがなくても、前ほらヘイストいっぱい作ったのがあるじゃないですか。あれでね、割といけるんですよ。重要な肝のやつさえなんとかヘイストかけていけば、前のパーティーで
ちなみに、このレベル上げをする前も何回も行ってたんですね。土曜日とか、東京行きの新幹線の中でずっとやり続けてて、で、それで行ってて、もう残り1ミリとかまで追い込んでたんですよ、実は。その、この状態、これで、このワンちゃんと、ワンさんとジェクトがいない状態でも、そこまで追い込むことには成功しました。ただ、あと一押し無理やなーって感じで、まあ、機会を待ってたって感じですね。レベル上げの機会を待ってた。その辺までは、いけております。鉄壁を張り直します。これがラストの鉄壁です。じゃあ、そうそう、単発ヘイスト回しですね。基本ほら、どうせスロー来るんで、このヘイスガがあったところで、なんていうかね、普段のヘイスガよりは、熱くないっていうか、結局スローかかってしまうから、その、サポートできるヘイスト、単体ヘイストの方が割と、有用かもしれないんですよね。で、正直セリスを育てようかをすごく悩んで、それは魔法バリアが欲しくて、セリスを育てたかったんですけども、もうその時間がなくて、時間も余裕もなくて、諦めました。もうこのままで行くしかないと。あ、スローかかってるぞ。スローかかっちゃってるよ、おいおい。なぎ払い数が多いな。これなんですよね。なぎ払いの数が多ければ多いほど、やばくなります。さあ、どうなるかな。ジェットボマーとかは、もうありがたいんですよ、逆に。最後の最後は。なぎ払いの方がもうはるかに嫌。さあ、外太鼓の音がしてます。スローがきついな。嫌な二人にスローが入っちゃってますね。回復役にスローが入ってくれてる方が全然マシなんですけど。きついきつい。スロー全員入ってんのか。どうなってんのこれ。まあこのスローの入り具合が唯一左右するって感じですかね。クリアを左右してしまう。スローになっちゃってると、なんかね、いろんなことで弊害出るんですよね。最後のあのやばい2回分の必殺技をこう回避するときも苦しくなっちゃうんで、スローをとりあえず解除しましょう。よし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 。いや、すげえ。まあまあまあ順調。まあまあ順調。全然悪くないですね。全然悪くないです、これは。非常に順調です。最後どうせもうギリギリの戦いになります。最後はどうせギリギリになるんで、もうそれは分かってるんで。いつもの通りですわ。フルブレイク。2回目のフルブレイクを入れます。さあ、どうなる？もうあとスローがかからないことを祈るのみやな。はい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 。ジェットオーバードライブ。間に合わない。全然間に合わへんな。これもう強い方来ますか、これ。こんなもんでもう強い方来たっけな。意外とちょっと順調すぎて早い。これもやばい方来る？これやばい方来たっけ？防御しといた方がいい。あー、やばい方来たな。意外と早かった。ここまで来るのめっちゃ早かった。慣れたもんですわ。やばい。
このね、このあの、シンジェクトシュート、向こうのシンジェクトシュート後の投げ払いが一番嫌なんですよね。よし。キャンドルヒールを有効利用と。もう、もらいもん使いまくりです。もらいもん使いまくり。もうこの辺からあんまりもあんま関係ないんで、防御無視の攻撃をしてきてくれた方がいいんですよ。防御無視の攻撃をしてこない時が辛い。ビーム連発とか、それなるとかなり辛いんですけど、そうじゃなければ基本的には大丈夫なはずです。行くぜー。また投げ払い来た。スローにはなってないかな。バッツはバースト状態をずっとキープしてしまうんで、どうしても。なので、落ちやすいです。非常に落ちやすいです。オーバードライブ後に落ちる確率が一番高いのが実はバッツ。これで防御が間に合うかどうかもめっちゃ大事なんですけど、シンジェクトシュート来る。多分バッツ生きてると思う。よし、バッツ回復します。危ねえ、危ねえ。さあ、あとはもう引きだけの問題ですね。あとはもう技、どんな技が来るかの引きだけの問題です。さあ、頼むぜ。うわー、やめて、投げ払いだけやめて、ほんまに。よし。投げ払いというか、ビームが一番嫌。ビームだけは本当にやめてほしい。ビームだけやめて、ダディア打ちます。シンジェクトシュート、ビームはやめてって。よし。いけー、いけー、押し込め、押し込め、おらー、押し込め、進軍進軍進軍。いやー、よっしゃ。熱く熱く信じていたい、ずっとずっと胸に抱きしめ。しゃー、長嶋監督出た、もろたー。オッケー、長嶋監督出ました。どうですか、どうですか。はい、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。最初から来ていない方のために、一応もう一回パーティーと戦略のおさらいを。鉄壁を序盤、中盤で鉄壁を張って、で、その間に頑張ってゲージを貯めつつ、特に大事なのがガーネットのキャンドルヒールとかなんですけど、で、最後押し込むっていうやり方です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこれゼクトが、バルさんとか、あとバルさんとゼクトを入れてレナアウトとかでもクリアは一応できました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、今日プラス、何でしたっけこいつ。真の体内。こいつ何でしたっけボスの名前。ブラスカの究極召喚。ぶっ倒したぜ。これで一応まあ、アカウントスタートしてから今日プラス2体目、撃破、となりましたね。はい。ありがとうございました。はい。めちゃめちゃ早く終わってしまった。はい。では、また、レコードキーパーの動画、動画じゃない、生放送、やりますんで、よかったら来てください。ありがとうございました。バイバイ。